問があります。よく聞いてね、大人の人見ることあると思うんです。例えば、まあ、コンビニエンスストアに行ったりとかレストランに行ったりとか、まあ、駅で働いてる人もそうだと思うけど、世の中に働いてる大人の人いっぱいいるじゃない。その大人の人、あ、もしかしたら学校の先生もそうだし、みんなのお父さんお母さんも働いてる人だよね。その働いてる大人の人を見て、うわー仕事楽しそう、早く働きたいって思ってる人はちょっと手を挙げてみてください。うわマジっすか。誰もいない。あ、じゃあもう一個聞くね。大人の人が働いてるのを見て、うわ大変そう、疲れてんなって思ってる人手を挙げてください。うおはい、ありがとうございます。ありがとうございます。それは、みんなが悪いんじゃないね。それは、僕が悪いです。僕今日大人の代表で来てますから、ね、あと東條先生も大人の代表かな。あ、じゃあ僕と東條先生が悪いんで、2人で謝ります。謝ります。じゃあ行きます。皆さん、ごめんなさい。僕本当にそう思ってます。だって働くのが楽しいと思うか大変そうって思うかはみんなが大人の人見て感じるしかないもんね。自分たちが大人になった時にどんな風な大人になれるかどうかってイメージって今大人の人を見るしかないもんね。そりゃそうだよね。だから大人の人がものすごく楽しそうに働いてたら、うわー早く働きたいと思うだろうし、疲れてそうだったら、うわー大人になりたくねーって思うかもしれないよね。だからその責任は大人の僕たちにあると思ってます。働くことイコール人に喜んでもらうことです。はい、人に喜んでもらうことが気持ちいいと思う人。そうですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。人に喜んでもらったら嬉しいよね。やっぱり人にありがとうって言われたりとか、優しいねって言われたりとか、頑張ってるねって言われると気持ちいいじゃないですか。だから働くことは人に喜んでもらって自分も気分が良くなることなんです。だから本来働くことは楽しいことなんです。でもさっきも僕が言いましたけど、ちょっと今日は一生懸命できなかった日なんかはこの喜びを感じられないのでちょっと辛かったりする。でそれが多いと仕事してもつまんないっていう人もいるんです。これ現実です。だから大人の人を見て、うわこの人辛そうだなっていう人いますよね。それは別にその人が悪人なんじゃないんだけど、その人はちょっと今一生懸命働けてないから人に喜んでもらってる量がちっちゃくなっちゃってる。そうすると嬉しい気分になる。時間が少なくなって仕事が辛くなったりする。だから全部働いて楽しくなるのか楽しくないっていう風になるのかは働いてる自分が決めてるってことです。だって一生懸命やるのか手を抜くのかを決めてるのはお客さんじゃないもんね、自分でしょ。例えば、そうだな、アナと雪の女王、アナと雪の女王を見に行った人、おわあすごいね、人気だね、ありがとうございます。アナと雪の女王の歌を聴いたことがある人、ああこれ全員なんだ、おすごいね、やっぱり大人気なんですね。歌える人、あ歌わせませんからね。歌わせだ、やっぱ歌える、すごいね。踊れる人、あれ踊りじゃないのなんか、うん、みんな踊るんじゃないの。踊る、まあ踊る子もいるもんね。うちの子、YouTube で踊ってるからね。アナと雪の女王、やっぱ楽しいからこれだけたくさんの人が見たり、音楽、歌を聴いたりしてるんですよ。嫌な気分なんだったら見ないよね。嫌な気分なんだったら歌わないでしょ。だからいい気分、楽しくなるからお客さんが喜ぶわけです。みんなはお客様なわけ。じゃあアナと雪の女王はなんでこんなたくさんの人に喜んでもらえているかというと、働いてる人がいるからです。例えばあの映画の絵を描いた人、もう相当な時間をかけて描いてますよ、あの絵。だってアナが可愛いだけじゃないし、エルザが可愛いだけじゃなくて、背景のお城だったりとか氷のない、なんか本当に冷たそうな絵とかもうびっしり描いてるでしょ。ちっちゃなお家とかお花とか、お花の色から本数からものすごく考えられてるわけ。この雰囲気、この感情を、エルザの寂しい気持ちとか表すためにはどんな背景がいいかとか、めちゃくちゃ考えて一生懸命もう夜寝る暇も惜しんで頑張ってる人がいるわけだから伝わるんですよ。映画を撮影する人もそう、カメラを回す人も一生懸命どういう風な絵を撮ったらみんなが感情が、エルザの気持ちが分かるかな、アナの気持ちが分かるかなって撮ってるからすごく伝わってくるし、音楽だってするんですよ。
どんな音楽だったらこの雰囲気、この感情をみんなが味わってくれるかな、喜んでくれるかな、楽しい気持ちになるかな、悲しい気持ち一緒に共有できるかなって一生懸命考えて作った音楽がタイミングよく流れるから人が感動したり喜んだりできるんです。全てそうです。あのと雪の女王のグッズとかもあるかもしれないね、下敷きとかもあるかもしれないし、シールとかもあるかもしれない。あれも全部、あ、こういうものがあったら映画を見れてない時間にも楽しい気持ちになるんじゃないかなと思って、優しい気持ちになれる人がいるんじゃないかなと思って、その人に喜んでもらおうと思って作られたのがそのグッズだったりするんです。下敷きとか鉛筆とか。だから世の中の全て、働いている人が作り出しているものの大元、元は人に喜んでもらいたいっていう人の気持ちなんです。働くことっていうのはとにかく人の中にある、人に喜んでほしいっていう気持ちで全部出来上がってるところ。だからみんなが今持ってる筆箱もそう、鉛筆もそう、消しゴムもそう、机だってそう、あ、大事にしてたから気持ち大事にしてたから、そう、全部そう、 T シャツだってそう、全部喜んでもらえると思って、こんな色がいいんじゃないかなとか、こんな素材だったらこうみんながね、運動会でこうやって激しく動いても気持ち悪くならないんじゃないかなとか、メガネだってそう、髪の毛だってそう、全部誰かがみんなのために喜んでもらえると思って考えて、考えただけじゃなくて一生懸命作り出して出来上がったものをみんなは使ってます。だから働いてる人がいなかったらみんなは生活できてないんです。全部世の中のものは働いてる人でできてます。時計だってそう、窓だってそう、学校だってそう、扇風機だってそう、蛍光灯だってそう、これ働いてる人しか作ってません。世の中は働いてる人が作ってるんです。だから働くってことが世界を作ってるってことなんです。みんなはそれを大人になったらやるんです。最高でしょ。働くことってのはもう人の役に立つことだし、人に喜んでもらえることなんです。でも今はまだね、すぐに働けないですよ。めっちゃ働きたくなったかもしれないけど、だけど今からでもこれはできるじゃん。逆に言うと今はやんないけど大人になったらできないってことはないです。今から人に喜んでもらうっていう考え方とか行動、生き方をしている人は大人になった時にものすごく喜ばれる、働く人に変われますから、今から人に喜んでもらうためにはどんなことができるかってことをちょっとグループ、みんなでこう ディスカッションというかな、話し合い、グループで話し合いをしようと思います。お手伝いしたらみんなどうするかもしれない。みんな素晴らしい話し合いをしてるんだけど、そして今日みんなで話し合って人に喜んでもらうために今からできること、これも毎日やりましょう。しかもやり放題です。いくらやっても構いません。喜ばされすぎて嫌な思いする人いません。毎日お父さんお母さんに喜んでもらえること、今日みんなで話し合ったこととか、あ、なんかお父さんお母さんの顔見たらまた新しいの思いつくかもしれないよね、あ、こんなことも喜んでもらえるかもしれないって、そしたらもうどんどんやっていきましょう。そして学校に来た時はお友達のために喜んでもらえることどんどんやりましょう。一つだけ注意してほしいことがあります。人に喜んでもらいたいと思って、例えばお友達が何か喜んでもらいたいと思って何かやってくれた時に、それを絶対に否定しないこと、なんだよお前急にそんなことやりやがってたとかは禁止。なんでかっていうと、今までやってなかったことをやるのはね、勇気いるよ。やっぱり今までできなかったことやるときってちょっと勇気いるのよ。例えば大好きっていうときにちょっと勇気いるでしょ。いるよね、やっぱり。それは男の子女の子同士でも勇気がいったりします。仲良くしてっていうのにも勇気がいると思うし、例えばいじめてるなって思ったときにいじめないでって間に入るのも勇気いるよね。だからみんな今までできなかったことをやるときにはその子が勇気を出している瞬間だってことを忘れないでほしいんです。そうすれば今までできなかったことができるようにどんどんクラス中がなっていくから、みんなが大人になったときも忘れないで、そしたら世の中が変わるから。だって世の中作ってるのは僕たちだから。そうですよね。だって僕が仕事が楽しいって言ったら僕の子供たちはああ仕事って楽しいんだって思うわけだから。だから6年生のみんなが学校楽しいっていうふうに毎日学校に来ると、5年生も4年生も3年生も2年生も1年生も学校って楽しいんだって思うよな。同じだから。だからお友達、自分も今までやってなかったことをやるときには勇気が
ちょっと必要だってことを分かってあげて、優しい気持ちで、もしかしたら最初は上手に人に喜んでもらうことができなくてもありがとうって言ってあげられる、そんな人間になろうぜ。できる？できる人？うん、わあ素晴らしいですね。もうこのクラスからまずやっていきましょう。そして、あ、ありがとう、ありがとう。最後にもう一つ、働くことは人に喜んでもらうことだっていうことは今日十分に分かったと思います。もう一つ、働くことってこんなことだよっていうことをみんなにプレゼントしていこうと思います。それは、働くことというのは夢を叶えることです。それが働くことです。例えば野球のイチロー選手、野球のイチロー選手はみんなと同じ小学校6年生の時から大リーグに行って大活躍して、日本中の人に喜んでもらえるような選手になりたいと思って、だから一生懸命練習してきました。サッカーの本田選手もそうです。小学校の時からワールドカップでいい成績残してみんなに喜んでもらいたいと思って一生懸命サッカーしてきました。スキーの浅田真央ちゃんもそうです。みんなが大好きな歌手の人もみんなそうです。だから夢を叶えることと働くことは同じなんです。でも世界的に有名なサッカー選手になってって言ってるわけじゃないです。夢の大きさは大きくてもちっちゃくてもいいんです。夢にサイズは関係ありません。例えば僕は最初に働いたのはマクドナルド、働き始めたのはアルバイトからです。アルバイトの時僕はどんな夢を持ってたかっていうと、アルバイトマネージャー、アルバイトなんだけどマネージャーっていうちょっと偉い仕事をやる人にとってもかっこいい先輩がいた、その先輩みたいになりたいっていうのが夢でした。だから誰よりも一生懸命ハンバーガーを作ったり、床のお掃除をしたり、ポテトやお肉を運んだりしてました。誰よりも一生懸命やってたと思います。だから僕はマネージャーになりました。その憧れの人と同じ役職になったんです。そして僕はマクドナルドの社員さんの中に、社員として働いてる人の中に、うわかっこいいっていう憧れの人がいて、あの人みたいになりたいと思ってマクドナルドという会社に入りました。夢だったからです。そして今度はマクドナルドの店長さんですごい素敵な人がいて、あんな大人になりたいと思って一生懸命働いたんです。だから僕は店長になりました。どうです、ずっと夢が叶ってると思いません？そして僕の仕事はマクドナルドの仕事だったんです。だからマクドナルドのお客様に喜んでもらえたし、マクドナルドという会社からちゃんと給料ももらって、結婚もできたし、子供も生まれたし、毎日幸せです。今は僕はマクドナルドから独立して自分の会社を作って講演家っていう仕事なんですけど、自分の今までの失敗談とか成功談とか、これからみんなに注意してほしいところとか、まあ、まさに今こうやって喋ってるような仕事です。もう一つやってるのは話し方の学校っていう、話すことスピーチを教える学校の先生やってます。あの東條先生は僕の学校では生徒さんで、僕は先生なんですけどね。というふうに仕事っていうのは夢を叶えることなんです。だから今みんなの中に夢があったら、それが仕事に変わります。でも夢は大きさが大きくてもちっちゃくてもどっちでもいいって言ってましたけど、もう一つ特徴があって、夢は一個じゃなくてもいいです。たくさんあってもいいです。欲張ったっていいです。でも欲張った分だけ頑張ることになる。しかも夢は変わっても構いません。小学校1年生の時に持ってた夢と6年生になった時の夢が違っててもいいんです。変わりますよね。人は成長するし、いろんな人に出会ったりするから。僕だってマクドナルドのアルバイトの時はアルバイトマネージャーが夢だったし、社員だったら店長が夢だったし、店長の後は今度は マクドナルドだけじゃなくて全ての人にメッセージを伝えられるような人になりたいと思って今仕事してます。はっきり言います、ずっと仕事が好きでした。今も好きです。いや、今が一番好きです。いつもそう思って働くことができます。それは自分が働くことは人に喜んでもらうことだってことを忘れずに働いているし、まさに今夢叶えてるんだって思いながら働いてるからです。僕も今も夢の中なんです。最高じゃないですか。夢を叶えることと働くこと、人に喜んでもらえることと働くことは全く一緒だってことを忘れずに、大人になったら働くだけじゃなくて今からできること、人に喜んでもらうことだったり、夢を
自分の中で作っていくことだったり、その夢を書いてみたり、友達に言ってみたりすることです。注意ポイントがあります。友達が自分の夢を言ったときに絶対に否定したりしないことです。お前なんかプロ野球の選手になれるかっていうのを禁止だって。夢言うの勇気いるもん。そう思わない？自分の夢言うの。でもね、大人の人たちは夢を諦めてる人がいっぱいいます。これはもう現実です。理由はたった一個なんです。そんなのできないって言われたから、たったそれだけです。だから自分の夢を大切にしてほしいんです。もしかしたらそんなの無理だっていう人にこれからも出会うかもしれません。みんなが中学校にいた時、高校にいた時、大人になってからも、もしかしたらそういうふうに言う人もいるかもしれません。でもそれはその人が悪い人だからじゃないんです。その人が夢を諦めちゃっただけなんです。だから一緒に諦めてほしいって思っちゃうんです。でもみんなは諦めない。絶対に叶うから夢は。ただ一つだけ、夢は言ってるだけじゃ叶わない。一生懸命に頑張ってると叶います。夢がどんなに変わっても、なりたい仕事がどんなに変わっても、絶対に役に立つ生き方、それは何にでも一生懸命になれることです。鉄棒が大好きだから鉄棒を一生懸命やってる、サッカー好きだからサッカー一生懸命やってる、国語が好きだから国語の勉強一生懸命やってる、何でもいいです。どんな種類でもいいんです。何かに一生懸命になれる人はどんな仕事についても人に喜ばれる人になれるんです。夢を叶えられる人になります。絶対です。嘘じゃないです。一生懸命は必ず大人になった時にみんなを助けてくれます。どんなに大変なことが起きても、どんなに悲しいことが起きても、一生懸命になれる自分があれば乗り越えられるようになるんです。必ず皆さんは夢を叶えられる、そんな大人になってくれることを信じて、今日の授業を終わりたいと思います。真剣に授業を聞いてくれて、そしてこれから夢を叶えて人に喜